本殿久々非神社、兵庫県と四か市下宮にある神社である。式内商社で、旧社格は孫社。本殿は三権者流れ作り、小倉武器。室町時代、永翔4年の混流で、国の重要文化財に指定されている。江戸時代の記録では、胸形大名人とも称した古社で、たきり姫命を祀るという説もある。日本書紀によれば、 水人天皇の行23年冬10月1日、天皇が誉れ別御子を伴い、大殿の前に立ちたまうとき、くぐいが大空を泣き渡った。そのとき、御子が、これは何者ぞと、お問いになったので、天皇は大いに喜びたまい左右の真に、誰かよくこの鳥を捕らえて、剣乱舞と御事と乗りせられた。天遊が湧いた巨が、真、必ず捕らえて、剣乱舞とそうし、 この大鳥が飛び行く国々を追って回り、出雲国で捕らえたと言い,い、あるいは田島国で捕らえたとも言う。11月1日、天湯が開いた今日はめでたくこのくぐいを献上したのである。時に巫女は30歳であったが、未だ物言いたまわず、あたかもこの泣くがごとき声のみで、この日初めて人並みの言葉を発せられたのである。これほどにぐいは霊長なのでその住みの地を、久々人呼びなし、 その後この地に宮を建て、木の神、久々の内神を放祭した。これが、久々非神社の始まりであった。去りながら、その頃、豊岡盆地は、木沼前海と称して、全くの入り海、下宮の地はその入り江の渚であった。またそのあたりは、樹木半模し小玉の小諸ところ、神自ら静まりざす継承の地であった。我らの先人が、 この自然の神秘と霊名を監督して、木の神、久々の内神を放災し、木のご神徳の広大に消えしたのもよなるなりである。コウノトリをデザインしたお守りが、小宝安山祈願のお守りとして有名である。休校期になると、隣接する湿地にコウノトリが飛来する。ありがとうございます。